はイプシロンとか見に行きよったけど、本当は見に行く必要なかったなと思ったわ。なぜ見に行ったのかなと思うようになったね。イプシロンとか なんかただの詐欺やったじゃない。イプシロンとか X のジャクサとか NASA とか、日本の会社の工場からね、ヘリウムガス買ってるわけだから、それはあんた飛んでるわけないわ、ね。だから ZOZO タウンのあの人もさ、元の ZOZO タウンのあの人も辞めたよね。理由もなく辞めた。あの宇宙に行かないということで月に行くの辞めたって言ったね。行ってねえもんな。詐欺やったやん、ただの。で、今は事故にあったことになってるけど、なんかね、裏があるよな。な、前澤ってやつもとんでもないやつだと思ってれば、ZOZO タウンでいい会社だと思ったんだけどね。思わなくなったね。ただの詐欺だったのか。ネットでね、お金配るよって言ってて、ね、ツイッターでやってたじゃないね。そしたら配ってなかったの、一部の人しか。100円しか配ってなかったでしょ。1万円かな。それも40円なかったでしょ、配ったのはね。で、ところで突然ね、宇宙に行くのやめたもんね、前澤。ZOZO タウンね。あ、詐欺やったなって分かったわ。この世界は詐欺が多いね。あの金が絡むとね、多いわ。2020年のあの出来事も詐欺やったけど、詐欺が多いなと思ったね。で、みんな100度以上のものをさ、体に入れたんじゃないね。不思議なことするよねと思うよ。私はダメだって言っても誰も聞かなかったけどね、調べてあんのに。別にそこの、いや、主催者の連中が言ってたことだから、嘘でもなんでもない、うん、それだけの話だから。この世界って嘘が多いってことですよ、うん。まあ、エヴァンゲリオンの会社が倒産したでしょ。あ、よかったなと思う。あれは多分聖書だと思ってるから、多分一応ね、形的に倒産したことになってんやろな、エヴァンゲリオンの会社はね、うん。で、7月になればパチンコ屋がなくなる、ほとんどね。新紙幣に対応できないって書いて、よかったねと思う。どうせこっちの会社にねえもんな、パチンコやな、うん。よう騙した。うちはあれね、知ったの2016年ぐらいかな。パチンコはこっちの会社じゃないって言いましたの。どうだ。で、昔は知らんで行ったら、勝ったことあるよ。勝ってたんだけど、500円、負けたの500円ぐらい。勝ったのは2万ちょっとだね。すぐやめた。30分でやめちゃったね。うん、30分で2万円、あの、実態、昔知らないが、パチンコの実態が知らなかったんよね。そしたら、30分で2万円儲かったんよ、その時はね。40分か。うん。で、全部貯金したんだけどね。もう全部吸い取られるの分かるからね。何回か行って、負けたの500円ぐらいだったね。だから、トータルが2万円以上儲かったということね。空気でね、分かってたんだけどね。だけど、で、今はもうどこの企業、国のもんか知ったから行かなくなったね。2016年ぐらいから。うん。行ってたのは2004年ぐらいまでだったかな。まあ、パチンコがそんなとこやってると知らないもんね。ある人が教えてもらって、そうなんだって思ってね。ああ、そういうことか。パチンコはね、日本人が行くと吸い取られますよ。うん。韓国の人が行けば、ね、儲かるんじゃないと思うね。同じ国の人同士でやってんだからさ、儲かるよね。な、裏で教えてる人もおったよね、当たるとこね。捕まった人いるけど、うん、よかったよね。どうせ7月に大量閉店になるしね、パチンコ屋。なんかそのどっかの企業も買い取りだったかな、 MBO か TOB やったかな。あのパチンコ屋のメーカーもね、なくなっていくね。あの TOB かけられてる、かけるアメリカの会社だったかな、うん。株式上場廃止なんだよね。で、7月には多分パチンコ屋ほとんどなくなると思うよ。どうせ韓国パチンコ屋やったじゃないね。本当にあの潰れてよかったと思うよ。だけど全部潰れるの多分7月ぐらいじゃない。あの新紙幣に対応できないって言ってるからね。もともとね、金ないパチンコはもうね、お金なかったんや。だから大量閉店してるけど、どうせ日本の企業じゃないから潰れていいんですよ。自分の国に帰ってくださいということで、うん。で、日本でカジノもできない。カジノはね、とんでもないやつだったね。うん、で、大阪のね、万博も中止になると思うよ。あそこからメタンが出てるのと、工事業者がいない。よかったね、と思う。
うちあれ反対